こんにちは。今お風呂から出てもう水も滴るいい感じのブスになりました、ウルです。今回もですねパズルやっていくんですけど、この新フェスゲンのスティードとこのレウスレイヤーがねちょっと相性がいいということをリプでいただきまして、この子がねあのいろいろ変換するんですけど、あの光だけ残るらしいのよ。だったらもうこれ光と火で 2way が組めるこのスティードがいい感じなんじゃないかってね、ちょっと話題になってからだったらこれから使っていくんですけど、ちょっとリオレース気象士&リオレイヤー気象士のボイス一回聞こうか。うるさいお前、今何時だと思ってんだ。さあそれじゃあですね早速やっていくんですけど、まずリダチェンします。この子名前長いからレウスレイヤーって呼ぶね。でこれ打ってまあ大体レウスレイヤーってみんな呼んでるよね。ちょっと今日気持ち悪いんですけど、まあいつもだよって方はねいやかもしいわ。これでね、これ打っちゃおうかな。これリオレースリオレイヤー打ちます。でこれ扇打ちます。このリーゼントのことなら俺にお任せみたいな、こいつ打つ。でこれってでリオレースリオレイヤースタンドアップ。でどれ打とうかな。どれ打てばいいんでしょうか皆さん。これ一回打とうか。これ打ってで、これ打とうか。これ打ちます。でもすごい長い人はねこれみんなカットしてるから、この時間まあカットしてもいいよ。これ打つこれ打つ。で敵が今向こうってきたんでこれかな。これいいでしょ。オッケー。さあ組んでいこうか。これね光を取り出せれたら嬉しいなって思わせていただいてます。ここで火の 2way ここに組むじゃないですか。光をね求む。すごい光がねいただければいただけるほど僕の笑顔もはにかむってもんだぜ。じゃあここでこんなんでいいかな。一旦ちょっとこんなんで様子見させてください奥さん。よしこれで。さあなんで僕はフレイを打ってないんだろうってね疑問符が湧くんですけど、よしこれで。よっしゃカウントカウント。さあ初手全員カウント決まったかしら。さっきアップデが終わったということで、あれなんですよね皆さん、あの 2way が今日書いたんでさらに火力がねじ上がってるんですよこのパーティー。このねあのフレイに光属性付与しながらこれ回復タイプにすることによってねさらに HP も上げていくっていう、そういう素敵な感じのスタイル。これ打つ。でこれってうん、ここからね毎回光も残る感じになるんで、で一応これ貼っとこうか。人間はゲームの駒なんかじゃないんだ。よし一応これ打っといて、あ光のタイミングで話せばよかったな。おいらミスちまった。じゃあこれでどうしようかな。光をこういただいといて、でここで火を組んでいきます。さあできる限り火を組んでいこうね。まあ初手の方でねちょっとつまずいた人生だったんですけど、まあここからねまあ人生挽回できるよって思わせていただきます。こんなんでいいかな。さあなんか火がエキサイティングぐらい繋がってるんですけど、これ大丈夫。これいけるか。待って、これいってるかいってないかだけちょっと見させてください。これでいってない。いってるか。いってない。これはザバサベース。待って、これワンバンされんじゃねこれ。嘘だろ。はい戻ってまいりましたよ。いやまさか2階層でこのパーティーで負けるなんてね。おいらおちょこちょい。どうしよう。今ね僕のおちょこちょいっていう声がブスすぎると今巷で話題になってるんですけど、で今ねこれ敵が水属性じゃなかったら多分ワンパンできたんですけど、なんか運悪く敵が水属性という楽しさ。よしこれワンパンできないね。これまたミリ残しになったら人生どうしよう。ちょっとなんか放浪の旅に出ようかな。オッケー、これ耐えれますよね。余裕ですわこれ打つ。さあここから負けることはないと信じてるので安心してください。安心できるかなそれ。ここでこう組んでいきます。光が残ってますよね。この光を有効活用させていただくというプロジェクト。ここで火いただきます。まあちょっとなんか繋がっちまうんで諦めます。よしこれで。よし一回こんなんでいいですか。まあ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 これでいったでしょう。これで殴ら順します。いやいいね。さあ全員が感想以外知らないみたいな、まあさっきフレイ感想してなかったんだけど。で来ました。これはリオレースが溜まっとりません。これてかリオレースのあのスキルが全然強化されてないから、これどうしようっていうそういう話。これなんだっけ、9コンボ以上で経験か。なるほどマスカレッジ。これ打とうで、どうしよう。じゃあここはちょ耐久するんでカットします。カット。耐久できたんでやっていこうか。さあこれスキル打たずにね、あのなんとか無理やり耐久しました。じゃあこれってこれってます。でねちょっと指減らされたからそこがちょっと怖いんだけど、これ大丈夫かな指が。にすごい延長だ。なんでだ、誰の延長だこれ。リオレースアッシュですわ。かっこよすぎてガチで漏れそう。何が。これで
ちょ、光のタイミングまで待たせていただきます。まあね、ちょっと漏れるものによってはちょっと持てなくなってしまうのでどうしようみたいな感じなんですけど、これ火じゃないよね、さすがに。これが火だったらちょっと皆さんどうします？こんなんでいっか。よし、ここでよっしゃ、回復の四つ消しも入れたから、これはスーパーエキサイティングモード。よし、これで、いや、いいね、こんなに暗闇があるのにここまで組める男、こんないい男はなかなかいないぜみたいな。これ誰か十字あります？左から十字確認しよう。十字がない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 、誰も持ってない、誰も持ってないわ、これどうしよう。じゃあ一旦これ撃たせていただけたんじゃないですか。待って、これフレイが LG あるんで、これフレイで LG いっぱいしていこうというそういう団体に所属します。じゃあLG がね、ただこれ6つ組まなきゃいけないんだけど、火を4個消ししないと1個も加算がないっていうジレンマあるんですよ。ちょ、どうしようこれ。だから、まあこれが私の限界ですわ。これでなんか加算で足りなかったらちょっとどうしようかなって思わせ、危ない、ガチ危ない、これ今落ち込んなかったら僕人生終わってましたよ。完全に人生が終わってたんですけど、まあなんとか生きつないでるみたいな。よし、これで耐えれますよね。危ないね。よし、じゃあここから私の本気ですわ。これってまあルーレット上書きしてもいいんだけど、もう終わるからいいか。あ、待って、パーティーの継承の紹介してないわ、そういえば僕。ですね、継承がですね、左からこれ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 、オッケー、大王はない、いきます。じゃあここちょっとずらしといていきます。どう、ちょ、ずらしたからどっかのタイミングでね、いい感じになるんじゃないかなって思わせて、よし、これでさあ火が楽しいぐらい繋がってる。あー、すごい楽しい。よし、これでワンパンできるかな、ワンパンいけるか。いや、素晴らしい火力ですよ、ガチブラボー。これで5回まで来た。人気装填、何を言ってんだこの人は。 HP 半減はきついわ、ガチガチ。これ雲耐性あります、このパーティー。テープ耐性あります、んテープのみ。雲ないんだ、どうしよう。ちょっと考えます。じゃあこれ一旦耐久です。これ一旦だけ消費させといて、よし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 、でいいんじゃない、もうすごい全部がパーフェクトパズル。スティード打ちます。でこれ打つじゃないですか。で操作時間減らされたのキャッチーから、これこれ打つか、これ打ちます。ビオレウス、よし、これで一回飛ばがサパサパス。なんて、なるほどね、結構回復が大量にござるので、これで蓋できたかな、これ蓋できてると信じてフォーエバーラブ。今日マジ何言ってんのかわかんないな僕。ここで火あります、これ。あー、ないです、これ光があったわ逆にね。まあこんな感じですかね。よし、こんなんで回復が楽しいぐらい繋がってるけど、まあこれもまあ人生余興ということで、よし、これでこれでいってくれ、殴らちゅん、いけ殴らちゅん、殴らじゅん。さあマジでわからん、何言ってんだろう、僕もう本当にわかりません。殴らじゅんって何、マジで殴らじゅんって何なんだろう、殴らじゅんって哲学だったっけ、ガチわかんないんだけど、殴らじゅんが、殴らじゅんが普段何考えてんのかがわからん、これ何これ。よっしゃ、ここで火がありますわ。これ火がこうだからここでこうか、よし、ここで蓋させていただいております、皆さんのおかげさまで。じゃあこれ、あ、待って、これ光があるかないかわからんがな、これ光がどこだ、これ光ござる、これここで一応蓋だけしといて、これ絶対あそこに火つながっとりますよね、これ絶対つながってんだけど、あそこですよね、これつながってなかったら逆におもろいもん。よし、これで左ターゲット、これ耐えられます、これ大丈夫かな、いや大丈夫そうかな、水遊びポケモンかお前は。これ耐えれます、カッパの皿、危ねえ、よかったカッパの皿で、なんて。じゃあこれ殴って、原産ですわ、原産ガチキャッツイは、これまたしても真ん中の子は倒せないと思わせていただきます。ここに光が一個あるけど、だとしてもですよね。じゃあこんな感じで組んでいくか、待て、指なんか短くないか、こ
こんなんでいっか。繋がってるあそこ。わあ、繋がってるかもしれん。繋がっとりません。これで、まあまあいいんじゃない。これで、なんか誰か、なんかこっちにする。あ、全部あっちに行った。全部あっちに行った。全部あっちに入った。いや、ここで、いやー、ここからですよ。俺たちの戦いはここからだですよ。向こうか、一応撃つ？いや、でも撃たなくていいか。どうせ倒せないしね、このターンで。多分。じゃあこれ撃って、さ、すごい長い戦いになっておりますわ。いや、変換色ガチ多すぎるんだよな。まあ、そこに惚れたんだけど、ここで、こんなんかな？なんかある？ひーございますわ！よし、こんなんで。回復の四つ消しも入れて、いいんじゃない？これは多分まだ、そうですよね。加算は足りないから、左のやつだけ倒して、ここからですよ！さあ、あいつが無効貫通を張るな！あります！じゃあ、これ撃って、なんだ今の声は、ひこすぎ。じゃあ、これ撃って、で、これ撃って、もうこれ撃つか！うちはちょっと動画長くなるのが嫌だからこれ打つわ。これであのあれね、あの上限解放という意味合いで、じゃあこれでいきます。しかも操作時間も伸びるというメリット付き。こう打って、うわ、これこうかな。うまいんじゃない。これ回復も落としてますよ。これうまいぜ。これはガチうまいわ。これで一応真ん中のやつターゲット、まあ意味あるのかわからんけど、よし、これでいいね。20コンボさっきの時にこれやってたらどんだけはるかに楽に倒せたことか。よっしゃー、全然耐えとる。どうしよう。もうこっから普通ですね。ここからもう脅かされることがないでしょう。私の人生はキラヨシカケもにっこりですよ。じゃあここでこう組んだ、こう組んで、こう組んだ、四つ消し。まあこれが限界ですわな。よし、こんなんでいっか。わあ、これもうどうしても繋がるわ、これ。よし、これで。さあ、火が楽しいぐらい繋がって。で、これ倒したでしょ。素晴らしいですわ。よっしゃ、いった。いや、マジこのパーティー強いんじゃないか、もしかして。まあ、もしかしなくても、ちょっと若干ドブロックみたいになっちゃったんですけど、もしかしやけど、もしかしやけど、みたいな感じになっちゃって、ガチ申し訳ない、本当に。ドブロックのファンの方々には。うん。これ打ちます。で、忘れられらざぜ。忘れる前に扇打つ。これなんか端っこに作ってくれ。オッケー、最悪。じゃあ、ここで、火いただいちゃおうかな、これ。で、光いただけます？これ。これ光いただきたいんですわ。間に合うかしら。うわぁ、間に合わなさそう、これ。諦めます。あそこは火になってくれ、早く！早く！よし、危ない。これ行くか。加算足りてるやろ。オッケー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 。これで半分までいかないから、これやったぜ。よっしゃ、いったわ。双極陣、さあわからん。無効貫通は必須でも、まあいらんでしょう。これって、いや、ガチ扇が強すぎ。なんじゃこいつマジで。扇が強すぎるな、完全に。これもう打つか、スピード。もうこれいきます。これ行かせていただきます。これもういけるわ、私を信じろ。じゃあここでこう組んで、こうんで、ここ火になれ、ここ火になれ、で、ここも火になれ、で、あれ、ひっかいくんなれ。うますぎやせんかい。よし、これうますぎ、ガチで。ガチうまいわ、これ、ほんとに。なんか、なんか、常連しか知らない店ぐらいうまい、ガチで。マジで美味しい、これは。よっしゃ、いった !8 回そうですわ。誰？あー、いいね。光消せなくなるんだっけ、これ。シールウェーブ。光消せないのか。一応、今回の主役、この、スピードだしね、これ撃つか。撃ちます。で、本来なら別に撃たなくていいんだけど、まあ、スピードが主役だからという意味で撃ちました。よし、これどんぐらい変換する？バカタレ。これガチバカタレなんだけど、これ誰？これマジバカタレ選手権優勝なんだけど、これなんでこれ？これ、ガガス？これで組んでいきます。光くれ。光いただきました。やった！で、ここで、どんどん分割したいですよ。すごい、本当に分割手数料とか全然払う。これガチすごい分割。よーし、これで、まあまあこれが私の限界ですわな。これ左にターゲットにしておきます。一応これ無効貫通今発動してるんで倒せ。危ない。オッケー、さあクールシェイド、いいね。じゃあこれ打って倒せっかな、これ。うわ、でも上限下がっちまったしな。これ、レウス使うか。これ、レウス打ちます。これ、上限解放、上限上げるという意味合いで。よっしゃ、
こっちか。こう打って、火多すぎない？これ。まあ、いっか。諦めます。よし、これで。よし、これで、名倉潤。光の落ち込むとか？なんかいっぱい。全然来ない。よし、これ倒せ。ゴリ押せ！ゴリ押さない！すごい優しいガチで。すごい優しいおばあちゃんかと思ったガチで。これ打ちます。敵は闇属性になったんで、これ倒せるね。で、リオレイヤーじゃない、リオレースももうすぐ溜まる。いや、ガッツ強いな。これ3ターンスキルっていうのが本当にイカれてて、もう本当にバカタレ。こんなにしとくか。ここ火ちょっと吸わせるわ、これ。火多すぎ、本当に。どんだけ作っとんねん、これ。さあ、長所が短所になる瞬間ね。よし、こんなんで。いいね。あ、そういえばさ、なんか、なんだっけ、31じゃなくて、なんだっけ、誰だったっけ。あ、そう、サンリオのコラボ決まりましたね。ガチ全員強すぎて、本当になんか、もう横転なんですけど、マジやばすぎ、あれ。なんか今日紹介されたやつ、弱いやついなかったよね。まあ、情報修正のやつは弱いやついたけど、新キャラの話ね。いや、ガチ強すぎてビビった。あれ、何本当に。これで、ワンパンできんのかな、これ。まあ、パーティーの火力高いからワンチャンいけそうな気もするけど、どうなんだろうか。まあ、ここでスティード打つのもありなんだけど、まあ、あえて打たないでいきます、これ。あの、次、シールドワンパンしたいんで、僕。こうかな？うますぎ。よし、これで。あ、うますぎない。全然うますぎない、これ。火の2ウェイが当たりません。これ、ワンチャン落ちてこい、火の2ウェイが。すごい、なんかワンチャン落ちてきそう感ある。全然来なかったわ。よし、これで。ワンパンか？ワンパンチモン！さ、うますぎ、ガチで。で、次、ボスですよね。で、ここでスティード打っちゃう。で、もうワンパンするシールド2個とも。それで、もろとも系男子いきます。フレイもあと2ターンだから溜まるし。あ、エキサイティング。じゃあ、これスティード打ちます。うん。で、これってしかもね、今この、レイランバードのね、この食ってくるやつが全部最高なんですよ。まあ、ちょ、火少なくね。火が少ないです。全然最高じゃないわ、これ。誰やこんなやつにしたやつは、バカタレが本当に。まあ、こんなんでいいかな。ちょ、適当なんですけど。まあ、こんなんで。よし、これで。ワンチャンね、火の2ウェイが落ちてくる可能性もまだございますよ。全然来ない。なんでこんな火がない、逆にね。いやー、いいですよ。で、ワンパン教えていけるか。いやー、素敵です。いや、すごい素敵だわ、これガチで。もう素敵すぎるよ、本当に。素敵な旦那になれるぜ、クーバーシェンはガチで。これ打っちゃいます。指減らされたのか。でもどうせさ、組むのが少ないから5秒もあったらいけるわ。じゃあ、行きます。ここで、まあ、こんぐらいしか組まないもんね、どうせ。だってこんなんで。よし、さ、光の 2A もう一個組めたっちゃ組めたんだけど、まあ諦めます。まあまあまあ、ちょっとこれはいかないかな。あー、ガチガチですよね、分かってました。いいね、暗闇耐性持ってるのがエグすぎる、この大学の OD。 お邪魔は帰れるんだ。いや、盤面バカタレ、これ何、これ、これ盤面バカタレすぎるんですけれども、これ誰ですか、こんな盤面用意した人。本当にガチありえないです、これ。待って、これ、ま、ちょっとワンチャン加算足りないぜ、これ。まあ、いっか、こんなんで加算足りるやろ、多分。オッケー、やばい、危ない。よっしゃ、これでいった。いや、マジで軽くが出てないんですよ、これ。誰ですか、この陣出したやつ。いいんですよ、この陣をやるまではね。なんでこんな火がないのか、そこを私は問い詰めたい。これ打つ。また火ねえしな、これ。どんだけ火ないねん、これガチで。2A は一応2個組めますが、リオレース足打つかも、ちょっと操作時間短すぎ、さっきから。2A 組む。火が1個足りないんですわ、これ。なんやねん、これ。ただ私、まだ諦めてござらん。これどうやったら落とせんの？こうかな？よっしゃ、これであそこ火がドーンと落ちてきたら、これシールド終わります。さあ、いや、来ないんだ。もう終わってました、目覚め。これ、破壊できない。破壊できないです。これなんかもう何回やっとんねん、ここだけで。最後のシールドが硬すぎるだろ、ガチで。これ、変換できますね、これ。変換ね、水と闇だったっけ。危ねえ、ギリギリなんとか耐えてます。じゃあここから私、頑張らせていただきます。まあ、こうなんでいいか。よし、これで。ちょ、適当にパズル組んでいくわ。さっき時間、尺取られすぎたんで、ここでちょっと尺を詰めていこうという、そういう、作戦。よし、これで。
いやいいね、あんだけでももう完走するんだ。リオレイスリオレイやってガッツ強すぎね、なんやこいつ本当に。まあまあ雲ぐらいは許してあげましょうよ。でフレイ打ちますじゃないですか。次も教えてほしいよね。でリオレイスレイヤー、でもこれスピード打っちゃおうか。これワンパンします。よしこれ打つ。スピードとリオレウスリオレイヤーが今回ね主役なんで、もうどんどん打っていこう。でここはこうかな。でどっかにあったよね火。これじゃないな、これか。よしこれでこれ何かな。いいね、素晴らしいですよ。これワンパンしたって、これ絶対ワンパンしました。これ104,857.76倍バカタレだよ。しこれで素敵ですわ、ガチで。これで半分まで一撃で仕留められるかな。これ一撃で半分までいきたいね。これこれリオレウス使う、これリオレウス使っちゃうか。これこれ一撃で半分までいかせていただきます。これガチありがとうです。じゃあ仕留めに行こう。これ打って、あ打つ順番ミスター、まあいいや。これ先にリオレウスリオレイヤー打ってたらあのドルキョウできたんですけど、まあ忘れてました。じゃあこれ打って、なるほどね、光がすごくある、光がめちゃめちゃあるな本当に。よいしょ。ここでまあでもこんなんでもワンパンするんじゃない多分。いったでしょう。まあめちゃめちゃ回復つながってるんだけど、まあ、4000倍でもいけるでしょう。こんなに解放したし。あれ、リオレスリオレイヤーって直撃とかないんだっけ。ねえのかよ、お前ないんかい。すよ、僕上限解放ありますよみたいな顔面しときながらないんかい。こいつないんだったら名刺に書いとけよ事前に、僕上限解放ないですって。待って、これみんなやばい、すごいドロップが変になりました。これ大丈夫かこれ。あ、大丈夫だ。こんなんでいいか。よし、こんなんで、ちょっと適当だけど、ちょ、画面引くわ。よっしゃ、画面引きました。よし、いいね。扇の裏もたまんないよね。よし、これで半分までいった。よっしゃ、濃紺ですわ。まだ勝ってないけど、もう濃紺いったようなもんです、これ、完全に。これ、シールドワンパンできんのかな？もうわからん。じゃあ、これ、あえて、スピード打たないわ。よし、これって、これって。人間はゲームの駒なんじゃないんだ。さあ、場所大事よ。最悪！最悪の位置です、これは。いや、まだ大丈夫か、これ。あ、全然大丈夫の位置でしたわ。じゃあ、光いただいて。まあ、こんなんかな？うまい！よし、これで。これ、開口落としてます。ミラクル光る。よし、これで。さあ、素晴らしいね。これ、一撃で壊すんじゃない？よし、これ一撃で破壊できます？あー、いけそうですわ。よっしゃー。さあ、これで、さあ、最悪。あー、これすごいバカタレ。これね、全然作んないはず、多分。火作んないよね。あー、すごい回復だ。これはマジバカタレです。これは、光いただく時間なんてあります？僕に。まあ、あるか。光いただきたくて、いただきます。光くれ、ありがとう。よし、これで火も。あー、間に合わないわこれ。よし、これで諦めました。もうちょっとあの早めに撤退で。よし、これ4096倍で、これ一回ちょっと軽めに殴っとくみたいな、ちょっと怖すぎる日本語、軽めに殴っとくんですけど、これで。よっしゃ、敵が属性も変わった。これ殴り時です。これよし、これ打ちます。でレウスで泥強します。でスピードですよ。これ上限解放、こう俺は行きました。これは行ったわ絶対。でもう 2way はね、これ光の2は1個入れれたらもういいわけですよ。でこうかな。よっしゃ、これで、よっしゃ、これは行ったやろ。最大倍率ですよね。10万何倍の。行きました。よし、これで。これで全員完走してるか、最後見ようか。これで全員。よっしゃ、カウントチャンネル登録をめちゃんこしてほしい。